3つのタワーマンションが目に映り、こちらは大日の交差点であります。イオンモール大日があり、そしてですね、地下鉄と大阪モノレールのですね、大日駅があって、さらには国道1号線、中央環状線、さらには京都森口線がですね、交わる交差点の一つということなんですけれども、ここから先がですね、国道1号線になります。ちょうどですね、京阪バスの、京阪寝屋川市駅行きが、入ってきてですね、今から発車していくところですけれども、この国道1号線沿いをですね、この大日交差点の方から歩いていきたいと思います。大日の交差点から出てすぐに地下鉄大日南口の、京阪バスのバス停があります。そこからですね、さらにちょっとだけ歩くとですね、こうやって公園が見えてきますね。近くにはですね、高層のですね、マンションがあるんですけれども、大日一丁目児童遊園と、園内はこういう感じなんですけれども、そんなに広くはなくてですね、遊具の方が、滑り台、ブランコ、さらにはですね、動物系の遊具が2つあります。そしてですね、ベンチもあって、丸太のベンチ、さらにはですね、手洗い水路もあってですね、砂場もあるという形式になります。こちらが大阪メトロの大日検査場になります。その、近くに行くとですね、月決めの、駐輪場がですね、あるということになります。そしてですね、浄水所前の、交差点が近づいてくるということになります。こちらが浄水所前の、交差点であります。コンビニのファミリーマート、さらにはですね、セブンイレブンもあったりしていてですね、コンビニの場所はですね、2カ所あるということなんですが、でこちらが大阪水道局の2枠号浄水場ということになります。市内にある3つの浄水所のうちのその1つが2枠号浄水場、まあ、堀口市内にはあるということなんですけれどもね、で国道1号線沿いを、引き続き進んでいくということになります。ドンキホーテの森口店前、この地点で500メートルということになります。まあ、大日から森口まではそんなに遠くはないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実はですね、その大日から森口まではかなりの距離があってですね、まあだいたい 1.5 から2キロぐらいでしょうかね、あってですね、この国道1号線沿いがまっすぐ進んでいくというのも特徴の一つとなります。こちらがローソンになるんですけれども、テラス席がですね、あったりしていて、まあちょうどですね、秋のいい時期になってきてですね、まあいい空気をですね、味わいながら、休むのもいい場所ですよね。ちょうどこちらが八雲東町の交差点、そしてこちらがですね、やはり森口門真を代表するものというとですね、企業、こちらがパナソニックであります。本社、そちらがですね、入り口ということになりますね。そしてこちら側の方にもですね、パナソニックのですね、敷地が続いていて、その間をですね、国道1号線がですね、左の方に行くと八雲共同墓地のですね、姿を見ることができます。この八雲東町の交差点を進んでいくと、次の信号がですね、そうで大体400メートルほどでしょうかね、その先になってしまうんですけれども、ちょうどですね、パナソニック前の、京阪バス、そしてリムジンバスのですね、バス停が近づいてきているということになります。ちょうどいいところでですね、4号経路の、寝屋川市駅行きが入ってきたところですけれども、こちらの方にもですね、パナソニックの入り口があります。そしてですね、右側の方に行くとですね、地下道があるんですね。で、この地下道を渡って、京阪森口駅方面のバス停の側のですね、歩道の方へと上がっていくことができますね。それでですね、このパナソニック前にある地下道の方をですね、実際に歩いてみたいと思います。左右に階段があって、自転車が通れるようにこうやってスロープの方にもなっているんですね。そしてこちらが、
馬上を国道1号線が通っている、地下道ということで、その音の響きもですね、いいですね。この地下道はですね、社員さんもそうなんですけれども、まあ、一般のですね、方も、まあ、利用できるということで、まあ、初めてですね、この地下道を通るんですけれども、まあ、先の信号の間がちょっと広がっているということでですね、本当に便利に感じます。そしてここからは、大阪方面寄りのですね、ロードから進んでいくことにします。するとですね、もうグラウンドですね、その野球場の形をしたパナソニックのですね、広場、まあ敷地外ですからちょっと見ることはできないんですけれども、こうやってですね、見ることができます。まあ何よりもですね、この国道1号線といいますのは、まあ大阪の中でも非常に交通量が多い道路で、まあ地下鉄大師橋今市駅前の京阪本通り1丁目、あるいはですね、八島町から渋滞することが非常に多くてですね、こうやって平日の朝と夕方を中心に多くの車が行き交って、まあ、混雑する、国道路線の主要ロードの一つということにもなっていますね。以前は受付の窓口があった関西電力の森口営業所前に差し掛かってきました。そしてすぐそこに、関西電力前の交差点があるということになります。そして八雲東町1丁目のこの地点で 1.5 キロということになります。まあ、第2地から森口までですね、近いように感じながらも結構距離があるという、区間なんですね。浜町の交差点に差し掛かってきました。そうするとですね、地下鉄森口駅方面のですね、姿がですね、このように多くなってきましたが、ここでですね、一旦、左の方へと入りたいと思います。閑静な住宅街の中を歩いてくるということになります。閑静な住宅街の中を歩いているとですね、ちょうど、常泉寺の方に差し掛かってきました。こちらはですね、幻の大阪県とゆかりの寺とも言われていて、昭和55年2月15日に、こちらのですね、樹木が森口の保存樹木として指定されている一つなんですね。平成19年4月に森口がですね、設置した説明の碑が置かれてあります。こちらが昇仙寺ということになります。でですね、こちらの方にはですね、森口教育委員会がですね、平成4年3月に設置した、説明文も右の方に置かれてあります。さらにその先を進むと、南州寺のですね、イチョウの樹木がですね、見えてきましたけれども、まあ、気候の温暖化の影響もあってまだですね、色づいていない緑のイチョウがですね、残っているという印象ですね。ちょうど、南州寺の前を通過してまた府道の方に出てきました。で、ここから国道1号線の方へ戻るということにします。ちょうどマクドナルドのですね、1号森口店前で 2.05 キロになるんですが、こちらにはですね、大塩平八堂ゆかりの書院がですのですね、碑が置かれてあるんですね。でこちらが紋章になりますね。で、左の方に行くとですね、また、森口教育委員会が平成23年6月に、設置した白池大塩平八堂ゆかりの書院跡の説明があります。森口市竜田通りの、八島の交差点をですね、過ぎました。でそうするとですね、地下鉄、森口駅周辺に、やってきました。まあ、こちらの方はですね、本当に交通量が非常に多い地点の一つでですね、今ちょうど、京阪森口駅が行ったところですけれども、森口警察署、そして市役所、さらにはですね、消防署のですね、観光庁のですね、姿が多くある場所にもなります。
こちらが、森口警察署、そしてですね、その、向かいの方には旧森口市役所の、姿があります。もう3年前にですね、かつての三洋電機ビルだったところにですね、庁舎を移ったんですけれども、今はこうやってですね、塀に囲まれてですね、まだ時計の方が残っているという印象ですね。さらに向かい側には森口消防署の姿もあります。さらにさらにこちらの建物が旧公民館ですね、その建物もですね残っているというね。ちょうど、地下鉄森口駅3号出入り口、森口警察署西の交差点に差し掛かってきました。旧地下鉄森口のバス停だった現在の京阪本通りのバス停に差し掛かってきます。いや、ここの時点はですね、いよいよですね、ここから京阪本通りに入るんですけれども、やはり車の量がですね徐々に多くなってきているという印象を持たせられますね。そしてこの地点で 2.5 キロということになります。右の方には府立淀川工科高校の姿が見えてきました。吹奏楽の元祖の名門校の一つでもありますけれどもね。そして新森口市役所前の交差点に差し掛かってくることになります。先ほどここで、森口市役所の方に差し掛かってくることになります。でここから、左の方へと入ってきます。京阪森口駅の西口の方へと、向かうということになってきます。駐車場の周りをですね、まあ4分の3する形にはなりますけれども、近くに行くとローソンがですねあります。そして森口市役所の、別館ですね、その姿を見ることができます。でここから左の方に曲がって日吉公園の方へと向かうことにしますが、こうやってですね三角形の形をしたですね日吉町2丁目児童公園、遊具のない芝生の公園を見ることができます。で日吉公園の方へと向かうということにします。森口市役所の近隣にあります、日吉公園に到着であります。こうやってですね、緑がですねいっぱい生え揃っていてですね、豊かさを感じる公園、中にはですね児童遊園があったりですね、動物遊園が置いたりしていますけれどもね。大日駅前からやってきましたが、ここまで、34分45秒をかかって 3.15 キロ、3833歩の253キロカロリーということだったんですが、大日から森口まではですねおよそ、2.45 キロもあったというですね、まあ、ちょっと、まあ、国道1号線から離れたところもあったんですけれども、まあ、大体2キロは超える間にですね、大日森口がですね離れているということがですねお分かりいただけたかと思います。この時期はですね気温のですね温暖差が非常に激しいためにちょっと風邪をひきやすくなってますけども、まあ、私もちょっと風邪をひいてしまった一人ですけれども、体調管理には十分気をつけてですね、ウォーキングをですね楽しんでいただければというふうに思います。大日駅前から森口市役所近隣にある日吉公園までを歩いてきました。